はい、今日の歯磨きブラッシングタイムです。これは歯ブラシはちょっと濡らしてから持ってきてます。で、今はこの歯磨きおやつをあげてます。歯磨きジャーキー。アースペットさんのですね。商品の方は、ポッチャマブログの方にも随時掲載してます。で、動物病院から来年ワクチンですとお知らせが来てます。はい、おいで。1枚ティッシュを使うので、噛みつき防止の口はスリッパで、これで飲み取りのは目やに取りとして、で、もう何回もリフィしてる、これはペットキスライオンの歯磨きはライオン。おやつは欲しいけど、ブラッシングと歯磨きはしたくないので、押し入れの中で考えてます。じゃあ、しばらく来なそうなので、一時停止で。やっと来たので。あ、カメラこっち方向だといつも映んないですね。で、ちょっと逆にしてみますか。逆方向に置いてみました。口輪をつけて、急に怒るんで。はい、口輪。お利口だね。お利口さん。すぐ終わるよ。怒んないよ。怒んないよ。急に怒る時があるんで。後ろ足は比較的怒らないんですけど、前足の時の方が怖いですね。なんかちょっとでも痛かったりするとすぐ怒るんで。じゃあお顔、はい、5回、1、2、3、4、5、はい、逆、怒んないよ、1、2、3、4、5。ちょっと違う。はい、もうすぐです。はい、もうちょっとで終わります。はい、これは2回、1、2。はい、こっち側のが目やにが溜まりやすくて、1、2。もう1回だけ、3。はい、臭い臭い。臭いね。はい。ダメ。手で広げてジェルを。で、手についたジェルはまたお口の歯に直接やって、このティッシュで指を拭きます。このティッシュを出すと、目やにとりの目やにと手についた歯磨きジェルを拭き取るので使います。あ、お利口さんだね。から見えるかな。じゃあもうこのままカメラを直さずに
やります。すぐ終わるよ。毎日多少やり方を少し変えてあげて、多少やり方を変えたり武器を変えると汚れの落ち方とか行き届かないところも綺麗になるんじゃないかなって。もう一回だけ。いいよね、でも同じようになっちゃうけど、まあそれでも多少。へい、タッチ、これを洗って今日おしまいです。